ジョエル・ディニスカ・カストロ・ペレーラは、スイスヌーシャテル州ルロックル出身のプロサッカー選手。ハダースフィールドタウン FC 所属。ポジションは GK。ヌーシャテル・ザ・マックスのユースチームでプレーを始め、2012年に、マンチェスター・ユナイテッド FC のユースチームに移籍。レギュラーとして2014-15シーズンの U-21 プレミアリーグ優勝に貢献した。 2016年2月の UEFA ヨーロッパリーグ FC ミッティラム戦で初めてトップチームのベンチに入った。2017年1月の FA カップウィガンアスレティック FC 戦で途中出場しトップチームデビュー。5月のプレミアリーグクリスタルパレス FC 戦ではスタメン出場した。2019年8月13日ハートオブミドロシアン FC へレンタル移籍。 2020年8月29日、ハダースフィールドタウン f c へ、レンタル移籍。当初は、出生地であるスイス代表に選出されていたが、後に、ポルトガル代表に変更した。2016年には、リオオリンピックに参加したが、試合には出場しなかった。2017年5月、UEFAU-21 欧州選手権2017、参加メンバーに選出された。 ありがとうございます。